この動画では肝細胞がん HCC の病態と古典的肝細胞がんの画像診断について説明していきたいと思います。肝細胞がん HCC は原発性肝がんの約 90% を占め、非常に出会う頻度が多い疾患だと思いますが、放射線技師としては CT や MRI、またエコーなどでも関わる機会が多い疾患となっています。この動画では CT や MRI の話がメインになると思いますけれども、まず肝細胞がんの病態について詳しく解説し、さらに多段階発がんの概念について説明していきます。さらに動脈支配を獲得し典型的な画像所見を示す古典的肝細胞がんの画像所見について解説していきたいと思います。キーワードについてはこれらのキーワードについて解説していますので、これらのキーワードに興味がある方はぜひここから先の動画もご覧いただけたらと思います。それでは始めさせていただきます。肝細胞がんはヘパトセルラーカルチノーマ HCC と略されますが、肝臓の主な細胞である肝細胞ががん化したものとなります。こちらはがんの罹患数とがんの死亡数のランキングですけれども、がんの罹患数の順位でいうと男性の第5位、がん死亡数では男女系と男性の第5位に入るがんです。日本で発生する肝臓がんの 90% 以上は肝細胞がんと言われています。肝細胞がんは主に肝硬変を土壌として発生することが多いですが、 B 型感染肝炎ウイルスや C 型肝炎ウイルスの感染、アルコール性肝障害、ナッシュと呼ばれる非アルコール性脂肪肝炎などによって肝臓の慢性的な炎症が起き、さらに進行すると繊維化が進み肝硬変となるわけですが、その肝硬変をぶっとして発生します。こちらは肝細胞がんの病因を整理したものですけれども、 C 型肝炎ウイルス 2-8%、 B 型肝炎ウイルス 2.5%、 アルコール性 1%、 非アルコール性脂肪肝炎 2%、 遺伝性ヘモクロマトーシス 3-4%、 原発性胆汁性胆肝炎 2%、 割合は不明ですが自己免疫性肝炎となっています。ここで肝臓の脈管系について整理しておきたいと思います。肝臓に入っていく血流に関しては肝動脈と門脈の2つの経路があり、肝動脈に関しては腹部大動脈から総肝動脈、固有肝動脈を経由して肝臓に入っていきます。それに対して門脈は胃や小腸や脾臓を一旦経由し、そこからの血流を集めていく経路となります。動脈系と門脈系の2つの経路があるということを意識することは非常に重要で、まず殺臓のタイミングに関わっていきます。門脈に関しては一旦胃や小腸、脾臓を中継点としてその後入っていくため、肝動脈に対して少し入ってくるタイミングが余分に時間がかかることになります。よって殺臓すると動脈層で肝動脈が染まり、そのしばらく後で門脈層ということで門脈が染まるというタイミングのズレが生じてきます。また肝臓に注ぐ血液の 75% から 80% 程度は門脈からの血液とされ、肝臓を栄養する主な血流は門脈血が主に担うことになります。それに対して後で説明しますが、古典的肝細胞がんなどの一部の腫瘍は肝動脈からの血流が主な栄養源となりますので、古典的肝細胞がんに関しては肝動脈が染まる動脈層で染まることになり、その後肝臓自体は門脈層で染まることになるので、そのタイミングのズレが画像上のコントラストを生むということで、この2つの脈関係があるということを意識することは非常に重要です。続いて多段階発がんと古典的肝細胞がんの概念について説明していきたいと思います。こちらの概念は肝細胞がんの造影効果を理解するには非常に重要な概念となります。肝細胞がん HCC は肝組織から直接発生するがんであるデノボ発がんという形式を除き、全がん病変がまずでき、それが進行し進行がんへと至る多段階発がんになっていくというふうに言われています。再生結節というものから始まり、軽度異形結節、高度異形結節、早期肝細胞がんとなり、そこから高分化型、中分化型、低分化型と正常の肝細胞からかけ離れたものになっていきます。こちらの図はそのように多段階発がんとなっていく概念ですけれども、こちらが、動脈血の割合を示したものですけれども、最初の全がん病変に関しては動脈血の割合が低いですが、早期肝細胞がんの途中あたりからどんどん進行するにつれて動脈血を多く獲得していくということを示す図となります。こちらも同様の図で、腫瘍を栄養する血管がどの血流によって賄われているのかを示した図となりますけれども、最初の再生結節や異形結節に関しては
門脈血が主ですけれども、多段階発がんが進行するにつれて新生血管が発達し動脈血を獲得していくという状態を示しています。最終的に中分化型の肝細胞がんではほぼ 100% 動脈血を獲得しています。このような動脈支配が主となる中分化型の肝細胞がんのことを古典的肝細胞がんと言います。こちらのスライドは肝臓の画像診断における撮像時相を示したスライドとなります。肝臓の画像診断ではダイナミック CT もしくは MRI では細胞外育成造影剤もしくは EOB を使った肝特異性造影剤が使われることがあります。ダイナミック CT では単純 CT の後に動脈層の場合には早期動脈層と後期動脈層がありますが、肝細胞がんの画像診断では後期動脈層が使われる場合が多いです。また門脈層平行層へと時相が変化していきます。EOB を使った肝特異性造影剤の場合には後期動脈層、門脈層、さらに平行層ではなく移行層という用語を用いますが、さらに時間を置いて肝細胞に特異的に集積した後の肝細胞層を撮像していきます。こちらが肝がん診療ガイドラインに記載されている検査のアルゴリズムとなります。超音波で結節を検出した際にはダイナミック CT もしくは細胞外液性造影剤で検査するアルゴリズムがこちら、EOB を使った肝特異性造影剤を使ったアルゴリズムがこちらとなります。早期増強効果があるのかどうか、腫瘍径はいくらなのか、また EOB の場合では肝細胞層での低信号があるのかどうかなどによってこのようなアルゴリズムに分かれていきます。ここからは肝細胞がんの画像所見について順に見ていきたいと思います。それでは典型的な画像所見を示す古典的肝細胞がんの画像所見についてまとめていきたいと思います。今回は非常に有名な所見だけをまとめますが、早期増強効果、後期層または門脈層でのウォッシュアウト、腫瘍径、移行層、肝細胞層の低信号、モザイク構造、コロナ用脳性についてまとめていきます。まずは早期増強効果からウォッシュアウトの流れについて見ていきたいと思います。正常な肝臓というのは肝動脈ではなくて門脈血流が主な栄養源となります。それに対して肝細胞がんというのは多段階発がんが進むにつれて最初は門脈血が主な栄養源でしたが、腫瘍を栄養する新生血管がどんどん発達し動脈血を獲得していきます。最終的には 100% 肝動脈からの動脈血が主な栄養源となります。よって後期動脈層などの適切な動脈層を撮像すると動脈血が由来の肝細胞がんがこのように強く染まり、門脈血が主な栄養源である正常な肝臓はあまり染まらず、このようなコントラストを生むということになります。そこから門脈層平行層と時間が経つにつれて肝細胞がんに関してはこの段階でピークを迎えていますので、ここからは増影効果が低下していき、このような低信号となりますが、こちらをウォッシュアウトと言います。さらに正常感も染まってくるので、このような低信号、高信号というコントラストを生むわけです。またこの段階で造影される被膜が病出される場合もありますが、こちらの被膜形成も非常に重要な所見となります。このような血流動態を理解すると治療の理解にも関連させることができ、新生血管によって動脈血を獲得した肝細胞がんですけれども、肝動脈からカテーテルをそのまま進めていき、その部分に直接抗がん剤や塞栓物を注入していくと肝細胞が死滅していくというテイスの治療にも理解させることができます。肝細胞がんと正常肝の血流を理解し、さらに多段階発がんが進むにつれて新生血管が発達して動脈血を獲得すること、さらに肝細胞がんは動脈血が主ですので早期増強効果があり、そこからウォッシュアウトしていくことなどをしっかりと整理して理解していただけたらと思います。続いて腫瘍径についてですが、肝がん診療ガイドラインのアルゴリズムでは造影 CT や細胞外液性造影剤では早期増強効果があって、仮にウォッシュアウトがなかったとしても腫瘍径が1センチ以上では EOB や生検での精査を行ったり、また早期増強効果がなかったとしても腫瘍径が 1.5 センチ以上の場合には要注意として同様の方針をとります。EOB での検査では早期増強効果があって移行層や肝細胞層での低信号があった場合には腫瘍径を1センチ以上という敷地として血管腫瘍除外することができれば肝細胞がんと診断したり、早期増強効果がなかったとしても腫瘍径が 1.5 センチ以上かつ肝細胞層で低信号があった場合には生検に進むなど
検査の方針や治療方針に腫瘍系が大きく関わっていることが分かります。こちらに記載の通り 1.5 センチ以上や1センチ以上というのが一つの敷地となりますので、これらの値を重要な値として覚えていただけたらと思います。続いて胃構造、幹細胞層での低信号について見ていきたいと思います。こちらの症例は後期動脈層で早期造影効果があり、その後の胃構造、幹細胞層で周囲の肝組織と比べて低信号に抜けている典型的な古典的肝細胞がんの症例を示したものです。 EOB の造影剤は肝細胞に特異的に取り込まれる性質があり、それに関しては OATP と呼ばれる造影剤の運び屋であるトランスポーターが関与しているとされています。正常な肝細胞に関してはしっかりとこの OATP が働いているため、肝細胞に造影剤が取り込まれ、その後の 3D グラジエント工法の T1 強調画像を撮影するとこのような高信号となります。しかし原則肝細胞がんにはそのようなトランスポーターが作動しておらず、造影剤が取り込まれないためこの部分だけ低信号になるというのが EOB の肝細胞層の原理となります。注意点として 5-10% 程度の頻度でトランスポーターが発現している HCC の症例もあるため、そちらに関しては注意が必要です。検査アルゴリズムで見てみると、早期増強効果があり、胃構造、肝細胞層での低信号がある場合には、腫瘍系が1センチ以上で血管腫瘍除外できた場合、肝細胞がんと診断できたり、早期増強効果がなかったとしても、腫瘍系が 1.5 センチ以上かつ肝細胞層で低信号があり、生検等を経由して肝細胞がんと診断できたりと、胃構造、肝細胞層での低信号が、肝細胞がんの診断に非常に重要な所見であることがわかります。続いての重要な画像所見にモザイク構造があります。こちらは結節の内部に様々な程度の画像所見を示す内部結節もしくは、区画コンパートメントのようなものができモザイク状を呈する画像所見となります。内部構造としては様々な程度の脱分化、脂肪変性、壊死、繊維化、膿胞変性、出血などが含まれているとされています。タイプとしては結節の中に多数の結節があるマルチプルノデュールインノデュールタイプ、結節の中に様々な区画ができるマルチプルコンパートメントインノデュールタイプ、さらに充実性成分が隔壁によってこのように区分けされているセパレイティッドソリッドマスタイプなどがあります。こちらも有名な画像所見ですが、コロナ用脳線と言われる画像所見があります。こちらの症例では後期動脈層で早期脳性を示す肝細胞がんがありますが、門脈層で造影剤が周囲に染み出していることがわかります。こちらをコロナ用脳線と言いますが、通常正常な肝臓というのは肝動脈もしくは門脈から造影剤が流入し肝静脈へと流出するのが普通ですけれども、肝細胞がんには直接つながる静脈がないため造影剤は周囲の肝実質へと染み出していき、そちらがこのようなリング状の脳性を呈することがあります。そちらをこのような太陽の周りのこのオーラのようなコロナに例えてコロナ用脳線と言います。 CTHA と呼ばれる肝動脈を直接造影する撮影で分かりやすい所見ですけれども、通常の頸静脈性のダイナミック CT などでもタイミングが良ければこのように観察できることがあります。腫瘍の造影効果のピークからやや遅れて後期動脈層から門脈層の初期に顕著な所見とされ、被膜脳線よりもやや早いタイミングで観察できるのが特徴です。ここまで肝細胞がんの画像所見について順に見ていきましたが、ここで腫瘍マーカーについて簡単に触れたいと思います。腫瘍マーカーはがん細胞がある際に特異的に上がるタンパク質ですけれども、肝がん診療ガイドラインでは肝細胞がんの補助診断に有用な腫瘍マーカーとして AFP、BIVCA2、AFPL3 分割を推奨するとなっています。また小肝細胞がんの診断において2種以上の腫瘍マーカーを測定することを推奨するということで、両方とも強いエビデンスで推奨されています。アルファフェトプロテイン AFP に関しては 10ng/ml 以下が基準値、PIVCA2 に関しては 40mOb/ml 未満、 AFPL3 分割については 10% 未満が基準値となっています。カットオフ値をこのように決めた場合の感度特異度をそれぞれ表にしましたが、腫瘍マーカーは非常に特異度が高いという特徴があります。また AFP が高いだけでは肝硬変や慢性肝炎の可能性もありますけれども、 AFP には L1 分割から L3 分割までの3つの分割があり、肝硬変や慢性肝炎では L1 分割の割合が高く、肝細胞がんなど悪性度が高い場合には L3 分割の割合が高くなる特徴があります。よって AFPL3 分割のパーセントを見ることによって
肝硬変や慢性肝炎と肝細胞がんなどの鑑別がある程度つくということになっています。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は肝細胞がんの病態について、そして典型的な画像所見を示す古典的肝細胞がんについてまとめました。一番重要なことは、肝細胞がんは多段階発がんで、前がん病変を経てからそれが進行するにつれて肝細胞がんになっていくということになります。さらに肝臓には肝動脈からの血流と門脈からの血流があり、正常な肝細胞の場合は門脈血流が優位ですけれども、多段階発がんが進むにつれて肝動脈の血流が優位となり、最終的にはほぼ 100% 肝動脈からの新生血管からの血流となるということが重要なポイントでした。重要な画像所見としては、早期増強効果、後期層もしくは門脈層でのモッシュアウト、 1.5 センチや1センチをカットオフ値とする腫瘍系、移行層肝細胞層での低信号、モザイク構造コロナ用脳線などについて画像とともに示させていただきました。以上が今回の動画の内容のまとめとなります。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。